Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. どうも、今回は、雪風を、制作していきたいと思います。いつも700分の1なんですけど、今回は、350分の1に挑戦してみたいと思います。700のパーツがですね、350に、大きくなったいう感じですね。パーツ数自体はあんまり変わらん感じです。350となるとですね、細かい、部分がですね目立つんで、今回はエッチングパーツを使っていきたいと思います。台座はですね、昔制作した峰雲の、台座ですね、これを使っていきたいと思います。350だけあってパネルラインがちゃんと花から入ってますね。では合わせ目を、白豚接着剤で、消していきます。大きいからやりやすいですね。ただ傷跡が目立つんで、ペーパーがけは、何回か分けた方がいいと思います。これ駿河屋で見つけた、専用のエッチングパーツなんですけど、なんとインストがついてなくてですね、インターネットで調べてですね、島風の説明書をダウンロードして、それ参考にしながら作ってます。ここバクラインとこ、十分ディティール細かいんでエッチングじゃなくてもええような気しますけど、まあ、せっかくエッチングパーツあるんで置き換えます。エッチングパーツ扱うん大変です。久しぶりにやったんで思い出しました。三連装機銃ですけど、これ防弾板だけじゃなくて照準もついとんですね。これ環境の中、これ望遠鏡たくさんですね。窓から見えるこのチラリズムがええ感じですね。丸くせなあかんエッチングは、ドリルの反対側でやってます。サイズが、いろいろあるんでやりやすいと思います。瞬間接着剤の付け方いろいろあると思いますけど、私はペーパーの裏側ですね、これに瞬着をちょっと出してですね、で折り曲げて付けやすいようにして、接着しております。たくさん付けすぎるとキチャナナあるんでカスラスぐらいでええと思います。ラッタルはですね、反対側からデザインナイフの先で押していったらですね、結構うまいこといくと思います。やっぱりエッチングはきついですね。なかなか先に進みません。煙突はこれ削ってエッチングパーツつけなあかん感じですね。
パンネルはですね、柔らかかったら何でもええんですけど、粘土を台座にしてですね、筆のケツで押していきます。手法はですね、プラスチック部分を切り落としてピンバイスで穴開けです。エッジが効いた感じになりますね。ほとんど曲げなくてもええようなエッジングはですね、まあ、細かくてもなんとか、接着できますけど、手法のですね、上部ですね、これはちょっと失敗しましたね。取り付け諦めました。このまま塗装したらエッジング部分の塗料を剥げる可能性あるんで、メタルプライマー、タミヤさんのですね、これ拭いていきます。煙突魚雷周りはですね、だいたい取り付けれました。台座はですね、ホールのところにタミヤパテを埋めてですね、均一にしたいと思います。飾り足はですね、いつものですね、アドラーズネストを使用します。設置位置をですね、確かめてからですね、マジックで、印をつけて、ドリルで、穴を開けていきます。木製台にも穴を開けるんですけど、裏側ですね、ネジで固定するわけで、その時のネジの頭がですね、飛び出てしまうんで、頭が隠れるように、ドリルで削っていってます。汚いですけどうまいこと隠れました。タミヤパテ塗ったとこ400番のペーパーで、こすって、つらい地にしたいと思います。くぼみがちょっと目立ってますけど、塗装で、マスキングしていきたいと思います。オイルステインですね、これあんまり匂わないんですけど、有毒やと思います。これ発泡スチロール、くっついたら溶けましたね。400から1500ぐらいの番手でですね、削っては塗り削っては塗りを繰り返していきます。それではですね、アドラーズネストの飾り足を取り付けてですね、ネジで固定していきます。緩まんようにですね、木工用ボンドで、ドゥブドゥブにですね、ナットを埋めていきます。リノリウムカンパに穴開けていきます。ここ炭素機銃取り付けるとこですね。後期型でいくんで、全部穴開けていきます。深み出すために、ブラックを下地で拭いていきます。今回はですね、暗めのですね、ダルレッドで、鑑定を拭いていきました。スクリューは、最近お気に入りのボーンペイントさんのゴールドを使ってます。リノリウム乾板はですね、取り付けてからのマスキングでいかんと、分割でやってみようかなと思います。ナイトオブゴールドのランナーを使ってリノリウム押さえをやっていきたいと思います。太すぎるとですね、おもちゃっぽくなるし、細すぎたらですね、接着剤乗せた時に、黒くなっちゃうんで、太さの調整が、ちょっと難しいかなと思います。接着剤はですね、ドロッと溶けないようにですね、速乾性のタミヤの接着剤を使用してます。今回は明るめのですね、クレ海軍交渉グレーを、全体に拭いていきました。ちなみにですね、全部ですね、深み出すために、ブラックのサーフェイサーを下地として拭いてます。これさっきパーツはめてから塗った方がええですね。リノリウム乾板もマスキングしといて、はめた時のパチンいう衝撃でですね、パーツが飛んでいったりしてですね、ちょっと大変でした。ダビットはですね、マスキングテープ剥がしたら折れんように、はめ直していってます。
最初から全部こんな感じで、やった方が良かったんですけど、ちょっと横着してしまいましたね。船体と艦艇もですね、ちょっと噛み合わせが悪くてですね、若干隙間ができてしまいました。先に固定して修正してから、マスキング塗装の方が、ベターやと思います。手法カバー、つけたままでも何度か塗れますね。ホワイトノリが悪いんでアイボリーで塗ってます。単焦灯はですね、そのまま塗ったら反射しないんで中をシルバーで、筆塗りします。いい感じになったような気がします。原灯を塗っていってます。左が赤、右が緑ですね。船の左右の、識別を意味します。はみ出んように煙突の黒い部分塗っていきます。ファンネルのところは、縦に押し込んで、塗っていってます。筆で塗ったら汚くなるんでエアブラシで、拭いていってます。補修用の木材ですね。これカッターもエアブラシですね。やっぱり筆やと、スケールがでかいんで汚くなるんで気合の筆塗りです。凹凸がでかいんで意外と塗りやすいですね。リールも、塗っていきます。ホーサーリールはですね、ちょっと銅線の方がかっこいいかなということでそのままでいきたいと思います。やっぱり700分の1とは違う細かいディティールですね。ダビットに取り付けたら塗りにくいんで、先に墨入れしていっときます。今はテカってますけど、艶消し拭いたら落ち着くと思います。大日本帝国が誇る、三層魚雷ですね。全部黒かと思ってましたけど資料を見たらシルバーと黒になってますね。スクリューはゴールドですね。1ミリの丸棒とですね、0.2 ミリの銅線使ってホーサーリール作っていきます。瞬間接着剤で先っちょ固定して、ぐるぐる巻いていってます。適当な長さに切断します。なんでこれもエッチングにしてくれないんか、これちょっと謎ですね。ちょっと大量に作りすぎました。なんとサイズが合わないというこの不手際ですね。まあ、ほとんど見えないんで大丈夫や思います。雪風マークですね。余白の部分を切っていきます。水転写ないんでちょっとしゃあないですね。意外としっくりしてます。浮き輪もこれエッジングですね。塗らんでええので便利です。部分的に墨入れしていきます。全体にバーって塗っちゃうとですね、プラ割れしちゃうんでめんどくさいですけどポイントポイントで塗っていってます。あとは防護板と旗柵と、空中線ですね。ホルブエインの油絵の具で、耐食感出していきたいと思います。そのまま塗りつけると全体的に白くなってまうんで、点付けで、落としていく感じで拭いていきます。艦艇も同様ですね。明るめのレッドで、耐食感出します。サビはですね、アモのですねストレーキングエフェクトのラストを使ってます。最初筆で、線の位置決めてですね別の筆使ってですね、こすっていきます。同じ筆やとせっかく書いたやつ消えてしまいますね。太くなったラインについては溶剤つけて、軽く拭き取れば、細くなると思います。酸素魚雷を置いていきます。ちょっと密度感が出てきましたね。カッターの紐を作っていきたいと思います。リノリウムの時と同じようにですね、ランナーをライターで伸ばしてですね、固定していきます。太めのやつはですね、タミヤの、曲がる、マスキングテープ
これを細切りして、やっていきたいと思います。ぐちゃぐちゃになってまいりましたけど、綺麗なやつだけ、間引きして、使用したいと思います。ちょっと太すぎたかもしれませんが、こんなもんやと思います。畑作はですね、ハリヤード、これ元からあるエッチングですね、これ使います。2つのラインがですね、一体化してますんで、近くで見たらかなりリアルや思います。ガイアノーツの瞬間硬化スプレー使用してます。前ウェーブのを使っとったんですけど、ちょっと量が少なくてすぐなくなっちゃったんで、匂いもですね、ウェーブのよりはまあ臭くないかなという感じはします。空中線はですね、350分の1用のやつなんで、今まで使ってたよりちょっと、太めのやつにしてます。水転写がないんで、キットのやつですね、これの余白を切り取って、筆で押さえつけてたなびかせてる感じにしてます。昼間の停泊中を想定してるんで、こっちも取り付けます。350やからエッチングやりましたけど、これ700やったら陽性編ですね。次回はですね、ファイブスターストーリーの、プロミネンス行きたいと思います。見てくれてありがとうございました。Thank you.